さあ続きまして、もう3曲終わりまして、ここからまた後半に入っていきます。次は奥本由紀さんです。なんか異様に手が震えてます。僕ごめんなさい。奥本由紀さんに歌っていただく曲は、Through the Rain という曲です。マライア・キャリーの曲です。意味を紹介したいと思います。Through the Rain。 雨に負けたりはしない。もう一度立ち上がることができるはず。恐れを覚えたときはいつも信じる心を強く抱きしめて、というメッセージが歌詞に込められています。きっと心に不安や孤独を感じ、苦しんだ経験がどこかであった人と、これから訪れることがある人といると思います。でもそれは全く悪いことじゃなく、必ず自分を高めてくれるし、気づかなかった大切さを感じたり、見えてなかったことが見えてきたり、そういうものを得ることではないかと思います。みんなにどんな壁が来ても負けずに前に突き進んで、自分を信じてこれから頑張ってほしいのと同時に、私もこれからまたみんなからもらったたくさんのパワーを頑張っていくという思いを込めて歌います、ということです。それでは聴いてください。